上野市駅前で発車を待つ上野天理線のバス、上野天理線とは、三重県伊賀市の上野市駅から、名阪国道などを経由し、奈良県天理市の天理駅前に至っていた、乗り合いバス路線である。現在では、上野市駅から、奈良県山辺郡山添村、または、奈良市東部までの運行となっている。三重交通伊賀営業所、2020年4月現在、 上野市駅国道山添間で、平日5往復と休日4往復を運行。この路線は、かつて三重交通が、津市の三重会館、津駅から、伊勢自動車道を走行し、関バスセンターに停車した後、名阪国道及び、国道25号急道経由で、上野産業会館を経て、天理駅前まで直通する、津、天理特急バスとして運行していた。 当時の国鉄の時刻表などには、白鵬の愛称付きで掲載されていた。これが分割されて、津川が廃止となり、天理方面だけが残ったものである。なお、2006年9月30日までは、奈良交通も上の天理間の路線バスをに往復運行していたが、路線再編により廃止され30交通の単独路線となった。過去には、三重交通は、 近畿日本鉄道や奈良交通との共同運行で、大阪市内上野産業会館がまでの路線を運行していたこともある。この路線が廃止となった後、2005年4月1日から三重交通が伊賀と大阪を結ぶ高速バス路線を開設した。さらに2007年4月25日から奈良交通と名鉄バスが奈良名古屋間の高速バス路線を開設した。 2012年4月1日より、三重交通便は、土休日一往復を除き、国道山添止まりとなった。2013年3月に、上野産業会館の停留所を移転、同4月からは、上野産業会館の停留所名を、上野市駅に変更した。2016年10月1日をもって、天理駅への系統を廃止。ただし、 平日の山辺高校山添分校の登校日に限り、ハリーインターまで運行する。内は、廃止区間、国道山添とハリーインター間は、上記の通り、山添分校の登校日に限り延長運行。以下は、過去のデータ。ありがとうございます。